皆さんこんにちは。神戸市民、日本人の兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日2023年8月1日なんですけども、今日は、アプリに関してなんですけども、先月入ったと思うんですけども、このトラテレっていうアプリなんですけども、まあ返金リクエストの結果、まあ、返金という形になりました。もともとそのアプリを見て、その地方球場に行った時に、その地上波でね、一般的な地上波での放送がない時に、インターネットでその試合が見れるんじゃないかと思って、購入したアプリなんですけども、地上波のある時しか、放送されないとか、何かそういうふうなアプリだったんで、消費者からしたら、まあ、正直騙されたような気分ですね。これ多分ね、阪神タイガースだけじゃなくて他の球団もこういうふうなことしてませんか？そのプロ野球界だけじゃなくてサッカー界も、とにかくね、余計なアプリっていうのを削除したいんです。データを軽くしたいですから。自分の iPad のこととか、その例えば人によってはまあパソコンとかスマートフォンとか、そういうことだけじゃないんです。大元のコンピューターとかを軽くしてあげなきゃならない。で、余計なアプリをたくさん作って、結局仕事をしていたフリーになってしまってますんで、それ余計な経費なんですよね。で、まあ、とにもかくにも、エネルギーの残存量問題とかもありますので、余計なものは、少しでも、削除しておきたい。これが、現状です。で、これは政府として、しっかりと、そういうふうな指導を各スポーツ業界等に行っていただきたい。そのスポーツの先ほどのトラテレっていうアプリだけじゃないんですよ。例えば、まあ、翻訳機に関するアプリだったんですけども、それも1万円ぐらい払って、まあ、何回か購入してる、というかまあ一度購入して、そのまま次また引き落としになったのかな、それとも契約継続にしたのかな。その翻訳はね、しっかりと全然できない。テレビとかでプラカードを書かれてる方たちの外国語を翻訳しようと思ったんですけど、翻訳できません。で、そういうふうなね、まがいもののアプリっていうものが世の中で平気で、出回っている。まあ、QR コードもそうなんですけども、もともとああいうものがなければ、従来の、例えばイオンモールだったらイオンモール、ダイエーさんだったらダイエーさんのそのポイントカードで済んでた話なんですよね。だからしなきゃならないことが増えている。で、インターネットでそのポイントまで管理をし始めてる。本当はその電子マネーの決済なんだから、銀行のカード、クレジットカード、まあデビットの方ですね、もともと口座にお金がある方、あちらの方からのその引き落としで、社会問題とかも起きませんからね。それで良かったはずなんですよね。まあ、もともとあるものを上手に使いこなしていれば良かったと、そういうことです。以上です。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。ただ、スーパーマーケットに関しては、その、まあ、イオンモールさんだったらワオン、ああいうような形のものの方が良いかと思います。そうじゃなかったら、銀行の口座履歴が、その、いちいち買い物したものをね、日常品までクレジットカードを通していったら、データがものすごい量になるんですよね。だからそれはそれでデータが重くなってしまいますので、仮に、まあ、今1億2000万人ほど日本人いますけども、全員がそれしたら、どれだけデータ容量が、重くなるかっていうことを考えたら、まあ、ワオンさんの方式の方がまだいいんじゃないかなということですね。その電子マネーの良さは、まあ、レジがスムーズに、まあ、スムーズというか、まあ、流れがよくね、なるように、まあ、考え出されたものであって、まあ、銀行への、入金だとか、まあ、そういったところを、まあ、簡単にする。まあ、各店舗がですね、銀行への入金とか、
まあそういうことなんですよね。まあもともと普通に考えたら、商店とかは銀行の近くにもともとあります。だからそこまであんまり電子マネーにこだわらなくても良いということなんですよね。大きな買い物をするときだけで良いような気がします。以上です、皆さんご協力のほどよろしくお願いします。それこそね、大きな金額こそ、暗証番号でクレジットカードでの支払い。これで良かったはずですよ。もともとそうだったじゃないですか。何かがちょっとした内容でね、その QR コードとかいろんなもの、そのスマートフォンを利用しての決済っていうものが必要ないんです。エネルギーの無駄遣いになりますが、早くバッテリーが消耗するでしょう。いちいちスマートフォンつけなきゃならないから。そういうのがね、すべて余計だったということです。以上です。皆さんご対応のほどよろしくお願いします。